営業日は毎週土曜日が基本で週に1回営業してます。なんかこうこだわりじゃないですけど、なんかあったりするんですか、気をつけてるのと。まあ牛になるべく優しく接するって感じ。あんまり怒ったりすると牛もやっぱり荒くなっちゃうんで。牛の牛肉を使った加工品を使って、手作りパンに挟んで、でホットドッグ、ローストビーフドッグ、ステーキドッグなどを販売しています。うちの次女です。例えば接客が好きなので、お客さんが笑顔で食べていただけるような接客とか、そういうことは考えて